どうもこんにちは、くんちです。今回はこちらのジープレネゲードのですね、洗車用のグッズ新たに購入いたしましたので、まずはですね、そちらの紹介の方を行っていきたいと思います。で、早速ですね、アイテムの方を紹介していきたいと思うんですが、今回紹介するアイテムがこちらになります。じゃじゃん。こちらのですね、商品名、即吸水ムササビクロスっていうですね、名前の、アイテムになります。で、こちらのアイテムの方はですね、洗車した後の拭き上げ用のですね、クロスになっていて、で、名前を見てですね、なんとなくイメージもつく方いると思うんですけども、このムササビクロスですね、かなり大判の、クロスになっています。で、実際にですね、これちょっと今袋から出してみたんですが、これ広げてみますとこんな感じでですね、何センチぐらいあるんだろう、5、60センチぐらい、もうちょっとあるのかな、まあ、かなりですね、このように大判なサイズになっています。今見ていただいているクロスの端にですね、このポケット状になっている部分がありまして、これですね、こっちもポケット状になっているんですけども、これがですね、実際拭き上げをするときにここにですね、手を入れて、まあ、拭きやすくですね、なっているというようなですね、構造になっています。このですね、クロスの生地、起毛になっていて、これマイクロファイバーの素材のようです。クロス触ってみると生地がだいぶ厚手にできているので、吸水力もだいぶ良いのかなと思います。で、あとですね、こちらの商品説明読んでみたところですね、拭き上げの際にはボディに対してですね、こう擦るような拭き方ではなく、軽くですね、撫でるようにさーっと拭き上げることで十分、水気が取れるということが載っていました。またですね、この車もそうなんですけれども、ガラスコーティングとかのコーティングをしている車にも最適というようなですね、ことが載っていました。ということでね、早速こちらのですね、ムササビクロスの方を使ってみたいと思うんですが、まあ、まずその前にですね、洗車をしなくてはいけないので、まずね、ささっと洗車の方をしてしまって、その後ですね、実際こちらを使ってみてというところをですね、動画の方で紹介していきたいと思いますので、引き続きご視聴のほどお願いいたします。でね、今日はだいぶ寒い日なんですけれども、まあ、せっかくなんでね、今日はこちらのケルヒャー使って、手洗いの方をしていきたいと思います。ではこんな感じでですね、セッティングの方完了したので、まずはですね、水洗いの方していきたいと思います。ではですね、今軽く水洗いの方が終わったので、この後シャンプー洗車の方をしていきたいんですが、実はこのケルヒャーですね、このシャンプーの液剤を入れて使うことができて、これをですね、車の方にかけた上で実際スポンジの方で洗っていくというような感じになります。では今ですね、ボトルに入れた液剤、このボトルの方をこのですね、ノズルに取り付けることで泡洗浄が可能になります。では実際やっていきたいと思います。で、実際はですね、こんな感じで泡出ます。結構ね、きめの細かいこういう白い泡になります。じゃあ洗っていきます。はい、ということでね、こんな感じで一通り、洗車の方が終わりました。今ね、水で洗い流した状態でまだ濡れていますので、これからですね、先ほどのムササビクロスの方を使って、どの程度ですね、拭き上がり吸水力あるのか、そういったところですね、チェックしていきたいと思います。じゃあ本来であればですね、上から順番にまあ拭いていくのが、いいのかと思うんですけれども、ちょっとね、動画的に、見づらい部分が出てしまうかと思うので、試しにですね、このボンネットの方、まず拭いてみたいと思います。今ですね、ご覧の通りかなり水滴がついているような状況です。で、こちらのですね、ムササビクロスに関してはまだどこも拭いてないので、全くですね、乾いている状況です。で、これを使ってで、商品説明にあった通りですね、まあ、軽く上に撫でるような感じでですね、一度拭いてみたいと思います。で、こんな感じでですね、ムササビクロス、いっぱいに広げて、これをですね、カメラ側の方に拭いていきます。では行きます。結構引っかかりの感じる
結構引っかかるような感覚がありますね。はい、でとりあえずですね、一回上に乗せて拭いてみた状況なんですが、ちょっと見づらいので、寄ってきます。こんな感じでですね、若干まだちょっと水滴残ってますけど、かなりの面積、水分、取れてると思います。ここら辺ねちょっと段差あったりして、拭きムラがあったりするんですけども、その上の方はもう結構水分しっかり取れてるような感じです。で一回拭いてみた感じですね、だいぶちょっと引っかかりの感じるような着心地なんですが、それはおそらくですね、あの肝の部分がしっかりと水分拭き取っていて、水の吸水してる重みがですね引っかかりを感じるような状況になっているんだと思います。一回拭いただけでは完璧に綺麗に拭き上がるという感じではないですが、細かいところですね、小さいタオルで拭いていけば完璧かなと思います。でこのクロスの方に関しては、まあ、全然まだですね乾いてる部分多いので、このままですねしばらく絞らずに使えるような感じですね。ちょっと続けてやっていきたいと思います。こんな感じでですね、ちょうどボンネットのですね幅と大体同じぐらいの大きさありますね。これでこのクロスを滑らせていくというような感じです。ちょっと向きも変えてやってみたいと思います。まあ、こんな感じでですね、おおむね水分は取れました。ただですね、完全に拭き取れてるというわけではないので、大まかに全体ざっとですね拭き上げをして、あと細かいところはですねちょっとクロス変えたりして、小さいクロスで拭いていくと効率がいいのかなと感じました。ということでですね、まずはこれでちょっと全体を拭いてですね仕上げていきたいと思います。こちらでですね今拭いているところなんですが、だいたい今3分の2ぐらい拭き終わったところなんですけども、だいぶタオルが重くなった感じがします。これですねちょっと絞ってみたいと思うんですが、なんか絞るのもね、一気にこう折りたたんで絞るというよりも半分ずつぐらい絞った方がいいようなことが書かれていました。まずとりあえず半分絞ってみます。だいぶ水出ますね。さすがにこれ1枚で、1回も絞らずに、拭き上げるということはちょっと難しいような感じです。だいたいサイド1面やって絞るぐらいがちょうどいいのかなという感じもします。こんな感じでだいぶ水拭き取れていますね。でこれ、絞ったんでね、またちょっと続き拭いていきたいと思います。はい、ではね、今ムササビクロスの方を使って一通り拭き上げを全体的に行ってみたんですが、まあ、パッと見ね、だいぶ水気取れてるようには見えるんですけども、ちょっと細かいところね、まだ拭き残しというのが、ぼちぼちあるので、こういったところはね、普通の小さいクロス使って細かいところ拭いていった方がいいような気がします。じゃあね、その小さい方のクロス使って最後拭き上げ仕上げをしていきたいと思います。はい、ということでね、ただいま拭き上げの方が、完了しました。実際ですね、今回このムササビクロスの方を使ってみての、感想なんですが、まあ、実際使ってみたですね、正直な感想のところは、もうちょっと使い勝手にコツがいるかなといったところを感じました。というのもですね、まあ、このムササビクロス自体がかなり大判なサイズになっているので、まあ、用途としては広いところをですね、まあ、一度に拭き上げるといったですね使い方が一番向いているのかと思うんですけれども、まあ、そうなってくるとですね、やっぱり細かいところだったり、そういったところですね、まあ、拭き残しが出てしまう、あとこれ使
ってみて気づいたところとしては、フラットな部分、あのボディがフラットな部分はいいんですけれども、凹凸のある部分ですね、ちょっとこれ見えづらいかもしれないんですけども、このレネゲードですね、ボンネットの部分もフラットではなくて中央の部分ですね、ちょっと凹凸があるので、こういったところの段差の部分だったりとか、そういったところがですね、どうしてもちょっと一度に拭き取れずに、あの拭き残しが出てしまうというようなことがありました。ヘッドライト周りだとか凹凸が多い部分なので、こういったところもちょっと、なかなか拭くにはコツがいるかなといった感じです。なので、まあ、用途としては先ほどですねお伝えした通り、まあ、広い範囲であまり凹凸のないフラットなボディの部分なので、まあ、ボンネットもですね、凹凸のないボンネットなんかは拭きやすいと思いますし、あとはサイドですね、サイドのボディなんかも結構一度にですね、ざっと拭き上げすることができるのかなと、感じました。で、次にですね、吸水性の部分に関してなんですが、これは吸水性が高いと言っていいと思います。やっぱりね、サイズ大判であることと、生地がね厚めで、あのしっかりしたマイクロファイバーの生地なので、一度でですね、だいぶあの水分も拭き取ることが可能です。ただその反面ですね、どうしても生地に水分を多く含んでしまうので、その分ですね重さが出てしまう、拭いている途中でだんだん重くなってきちゃうっていうところを感じたのと、拭き上げ始めからなんですけれども、結構ですね引っかかりを感じるんですね。拭いている時に引っかかりを感じて、こうスムーズに拭き上げがしづらいというところがありました。まあ、ただこれに関してはね、ある程度拭き上げ方の慣れであったり、まあ、重くなってきたらその都度ですね、あの絞っていけばまた水分出ますので、まあ、使っていく中で、まあ、コツがつかめていけたらなと思います。ということでね、まあ、今日の寒さに勝てずちょっと車内の方に入ってきてしまったんですけれども、今回レビューというか、まあ、簡単な紹介にはなりましたが、ムササビクロスの方を使ってですね、洗車の方を行ってみました。今回の動画の方ですね、少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。